今日、うちの近くにあるめっちゃうまい定食屋があって、そこの日替わり定食のイカ定食がマジでうまくて、すっごいおいしくて、まともな飯を食べたの、この間バンドでリハがあった時にメンバーと食べた韓国料理以来で、もうそれ以来ろくな飯食べてなかったんで、さっき久々にうちの近くにあるめっちゃ美味しい定食屋さんで日替わり定食のイカ定食食べたら感動して、もう声に声をずっと出しながら、まあ一人で食べてたんですけど、もちろんずっと声を出しながら食べてたんで、スプラトゥーンやります。スプラトゥーンへあなんかあんまやったことない、やったことないし、なんだっけ、 FPS っていう、銃を撃つゲームが基本苦手なんで、っていうのは画面酔いするから気持ち悪くなる。なんだっけ、 APEX みたいなやつ、あ、 APEX か、みんなあれやってるけどできない。スプラトゥーンとかさ、みんなやってるけど、まあそもそも私友達がいないんで、一緒にやる人もい、あ、何これ、オクトガサネ、スタジオを置く方法、やった、なんか手に入れた。何これ、どこで、そう、あ、これか。装備、ギアパワー。これどうやんだっけ？全然覚えてないんだけど これ。まあいいや。とりあえずやってみよう。てかさ、今日、午前中ふと、ワンフォーオール、オールフォーワンっていう言葉が浮かんで、めっちゃ腹立ってきて。あの言葉ってさ、小学生の頃とかに教師とかに教えられてさ、みんなこぞってさ、そうやって言ってるけどさ、あの言葉ってすごい俺、納得いってなくて今まで。それ初めて聞いた時からすごい引っかかってたんだけど、あれって、その何？自分はみんなに貢献しろ。その分みんなも自分に貢献してくるっていうので、チームみたいなことを言いたいんだろうけど、あのさ、なんだ、なん、えっと、絶対さ、そのみんなの中にさ、そこに属したくないってやついると思うんだよね。エラー発生した。なんでさ、そうやって押し付けてさ、その輪の中にこう勝手に入れようとしてるのかが俺はよく分からなくて、絶対そこに属したくない人がいるかもしれないじゃん。まあその中にはワンホールオールフォーワンの精神のやつもたくさんいると思うけど、10人中10人がそういう考えを持った人だと俺は思えなくて、俺もそうだし。ワンホールオールフォーワンってなんだよ。てか始まった、やばい。あれ、あれ出ないっけ。あ、あ、いや、おお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 、思い出した、思い出した、思い出した。これだ。あ、いいね、いいね、いいね。あー、思い出した、思い出した。感覚。
とりあえず突き進もう。倒した。ワンフォールオールフォーワンってどういうことだよマジで。で俺を僕はワンフォーワンだと思うんですよ。自分は自分のためって、そういう教えをしないとさダメでしょ。なんで小学生の時点でそんなことを教えてるわけ。プロパガンダだよねそれこそ。でワンフォーワンになってもういいじゃん、もうそいつは小学校卒業して立派な社会人になるなり野球選手になるなりホームレスになるなりヤクザになるなり、それは自由だけどさ。あやばいやばい、ピピ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 倒したって私は思いますわ。ワンフォーワン、やばい、あ倒してくれた。なんか僕うまいかも、やっぱ向いてんだよな。倒した。あ、倒された。ワンフォーオール、オールフォーワンってなんだよ。まあそのチームでなんかこう行動するっていうのはやっぱり、いや、あ、ピピピピピピ。行動する、じゃあバンドもチームだと思うけど厳密にチームじゃないよね。絶対個々が個々でやってるからバンドはワンフォーオール、オールフォーワンじゃないと思うんですよ。バンドこそワンフォーワンだと思ってて、まあその社会、すごいそれを今日ずっと考えてた。子供の頃にそれをその分に感化されてそうだよなって、まあそれが正しいか正しくないか置いといてそのまま普通に育ったらなんかそんな考えの人がいっぱいいたら気持ち悪いなって思っちゃったな。っていうのは僕がろくでなしだから、ろくでなしというか友達がいないからかな。あ、この色好きです。スプラトゥーン3なんか買おうかな。なんかできる気がしてきた。あんまり、あキュービーキツネナルト、ワンフォール、オールフォーワン、あ、やばい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 、あー、いい地下
なんかでも小学生の頃からこう斜に構えて生きてたからそう思ってば、そういう意味では可愛げがないよな。コンクールとかすげえ嫌いだったな。本当に歌いたくなかった。あ、やばい。すごい誤解を招かずに言うと、合唱コンクールで歌われる合唱曲ってマジで気持ち悪いなって思う。なんかこう無理にみんなを一つにさせようってしてる空気がすごく嫌で。まあ、こういう考えだから友達がいないんだけどね。でも友達ってたくさん必要か説あるんだよな。友達いっぱいいるやつほど話マジつまんねえからね。なんで友達いっぱいいてなんかこう面白話できる機会がいっぱいあっていろんな価値観に触れてるはずなのに、お前そんな話つまんないのってよく思うな。何なんだろうね。まあまあ一概には言えないけど、まあでもこの年になって友達とか新しくウェットとかそんなないしね。友達いっぱいいたら自分はどういう考えを持ってたんだろうな。やっぱそういう思考の永遠のループってやっぱりインスピレーションの源泉。あ、ここ歩けるんだ。あ、なんかすごい無駄なことしてる。あ、ほら、こうやってやると後ろから来る。なんかそれを考えてた。あ、やばい。で、いろいろ考えながら久しぶりに近所の定食屋行ったらめっちゃイカ定食美味しかったなっていう一日だった。これ勝ったな。
イエーイ。これ勝ったっしょ。あーギリ急に来たな。そういう戦略あるんだ。あれさっきから一回も勝ってなくない？勝つまでやります。家系のラーメン食いてえな。家系のラーメン、なんか有名な店の家系ラーメンって意外とそうでもなくて、それよりもなんかあのそこら辺にあるチェーンのなんとか屋みたいな、なんかスタ丼と一緒にあのやってるみたいなチェーンのあの留学生のお姉さんとかが厨房でやってるようなああいうチェーンの家系を何も一日食わないで初飯でそれ食べると死ぬほどうまいよね。鳥肌立つぜ。今日あれか、何も食べてない状態でイカ定食食べたからすごいあれだったのかな。爆発後に逃げる。即逃げ。あ、できない。やばい。逃げの動線がないか。やばい。やばい。あ、そうだ。あ、やばい。レッドベルベットっていう K-POP のアイドルがいて大好きなんですけど、僕レッドベルベットのロシアンルーレットっていう曲がすごい良くて、だいぶ昔の曲なんだけど、ロシアンルーレットめっちゃいいな。レッドベルベットのなんかやばい。レッドベルベットの純粋ななんかこう K-POP 味がすごく好きで、
レッドベルベットで、レッドベルベット爆音で流して踊りたい。勝つまでやる。レッドベルベットの曲でサイコって曲がめっちゃやばくて最高なんすよ。サイコとあとなんだっけ、クインダムだ。クインダムも最高。K-POP の曲で一番好きな曲ってなんだろう。でも Apple Music の再生回数ランキングで2022年で一番多かったのはエスパの Dreams Come True でした。エスパもなんか、このようにいるのかね。私はまだにわかに信じていません。勘を取り戻してきたな。やっぱあれだね、なんかこう真正面からバカチョンに突きすんのは良くないな。これもう負けだろ。そんなことをしないといけない。団体行動してんな。あ、気づかれてんな。そんなことするか。バレてんな。そこ行ってやられるよ。そんなことをしようとか、そこから、いや、あ、間違えた。やべえ、一回も勝てない。どうしよう。柑橘メタルちゃんっていう YouTuber が好きで、その子もスプラトゥーンやってて、なんかその動画を見て久しぶりにやりたいと思った。勝つまでやります。ちょっと武器変えてみるか。何もやってねえやついるじゃん。
団体行動って難しいよな。いろんなやついるからね。全然面白くねえじゃんって思うことを平気な顔してやるやついるからすげえムカつくよな。これだ、間違えた、これだ。なんか次で勝ってる気がする。意外とスプラトゥーンできるな、僕。技術あるんだ。やばい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 。よし。成功法でうまくいくケースがあるんだよ。ながらバレだな。相打ち覚悟で真正面から力負けしてる。いやでもフジロック、ダイナソージュニアとパンピーがマジでかっこよかったな。次でラスト。勝つ。なんかスプラシューターの方が性に合ってる気がしてきた。
今日は吉田美奈子のメロディーっていう曲をずっと聴いてて、バンドメンバーのナスちゃんに送っちゃいました。この曲やばいって。なんか強い人が同じチームにいれば勝てるでしょう。私の一番可愛いところに気づいてる。そしてそんな可愛い可愛い日が気にしてる。そして一番気に合うプレゼントで可愛いの、それじゃないじゃんに気づいた。だけどあれ可愛い、それ可愛いなんて。ながらあっぱれですね、うん、あー自分から当たりに行ったな。これこの人うまい。うわ、いや、この終わり方は後味悪いから、もう一回やろう。これでラスト。これで本当にラスト。最後は勝ちたいな。なんか味方の人たちも強そう。正面からいく。あ、だめだめだめ、違えた。申し訳ない。デスミランド行きたい。もう。よし。ゲームで言いたくない。やめよう。ダメだ。穏やかに行こう。これなんか全体数全然見れるんだけど。ああ。ナイス。平日レビューに行きたい。
あそういうやつだ。やばい、強い人だ。いやー、やっぱ強い人は強いよ。あー負けたな。というわけでイカ定食うまかった、ありがとうございました。